あとあれか、ストラップの材質、うん、俺は見た目重視で革、ずっとこう革にして、あと革使ってると柔らかくなってるからね。最初は硬いけど使っていくとだんだん柔らかくなってくる、年々そこでこう味が出てきて、うん、っていうので、あの高校から使ってるこの革のやつを使ってるんだけど、藤岡先生は絶対あのシートベルトタイプって言ったね、うん、シートベルトタイプは滑るのよ。だから革だと滑りにくいんだよね、うん。藤岡先生がなんでずっとシートベルト使ってたかっていうと、シートベルトにしとくと滑るから、勝手にそのギターのなんだろうな、本来あるべきとこに落ち着くらしいのね。シートベルトにしとくと、そのあのなんかいい比重のとこでこうギターがガッと落ち着く。それにずっと慣れてきたから、藤岡先生はずっとシートベルトって言ったね。シートベルトじゃないと弾けないって言った、うん。革とかだとこうね、ちょっと体動かしたらこうギターが動かないから、そういうのがあって、シートベルトにしとくと体を動かしてもギターの重心でこう落ちるじゃん、こうやってガラガラガラっつって。そうで、この落ちた位置がいいんだって。ずっとこのなんか変わらない、うん、ギターの位置関係が変わらないのが好きらしい、藤岡先生は。藤岡先生は高めだね、だいぶね。まあ別にそんなに、まあベビーメタはね、パフォーマンスを求められたけど、一応まあそのサポートお仕事ミュージシャンなわけだから、だからそこに関しては、低さっていうのはあんまね、ちゃんと弾けるかどうかっていうところは気にしてたのかな。